こんにちは、関口慎吾です。いつも YouTube チャンネル見てくれてどうもありがとうございます。今日は、カッティングについてちょっとねやりたいなと思ってます。まあ僕カッティング大好きなんですね。特にこのアイバニーズの AZ2204、 こちらのギターなんですけど、かっこいいでしょう。ピカピカですね。サーモンピンクっていうのか。このギターがすごくカッティングに向いてるっていうか、とてもカッティング向きなこうキレのいい音がね出せるので、まあ今ちょっとリアとセンターのハーフトーンにしてますけど、まあでもどこのピックアップでもすごくねキレのいい音が出るギターです。はい。でまあ僕ソロギターも好きですけどカッティングも大好きで、今日はちょっとカッティングについて2つのパターンをねやってみたいなと思ってます。一つは、まあ、これざっくりとした分け方なんですけど、カッティングって言ってもその2つ僕は大きくあるなと思ってて、まあ、一つが、ちょっと今分かりやすく大げさにやってるんですけど、肘から振って、弾くカッティング、まあ、肘カッティングと勝手に名付けちゃいますけど、こっからこう動いてる、まあ、ちなみにカッティングって分かりますよね。普通の、ストロークってあるじゃないですか。こうやってただ、全体をピックでジャガジャガ弾く、まあ、これストロークって言いますけど、カッティングというのはこれをミュートを使って、歯切れよくリズムをもっと、音を止めることでね出す、まあ奏法っていうんですかね。なので別に、まあ、カッティングイコールなんかファンクミュージックみたいな、まあ、イメージあるかもしれないですけど、まあ、一つの奏法技術の名前なので、別にロックの中でもカッティングはあるし、ポップミュージックの中でもカッティングは使うってことなんですけど、まあ僕がよくやってるのはやっぱりファンクのカッティングなので、まあ、コードもね、例えばこういうセブンスの、今 D7 スのナインスですね、こういうコードでよく使うんですけど、ごめんなさいちょっと話は飛んじゃったけど、もう一回、一つは肘から振る肘カッティング、でもう一個が、手首で、肘はねほとんどね固定しちゃうんです。ここにここに、わかります？もうほぼ手首しか動いてなくて、ここは動いてない。さっきのカッティングだと、手首は、ここはもう本当にくっついたまんまって感じです。なのでまあこの辺が結構なんていうか軸になって弾くカッティングなので、ミュートがね使いやすいんです。こっちの肘でカッティングする方って基本ここではミュートできないですよね。ここが弦に触らないので、ミュートは全部ここでやります。
なので必然的にこの6分の弦全部を、いつでもミュートできるようにしとかないと音が止めらんないんですね。例えば、こういう D メジャーセブンスを押さえた時に制覇してなかったりすると開放弦になっちゃいますよね。ちゃんとここで、6弦を触ってあげたりとか1弦を触ってあげたりしてミュートをするっていう感じです。はい、まあ、なのでよくシンガーソングライターの人がオープンコードでもカッティング使いますよね。こういう時は結構その開放弦になってるところ、やっぱり6弦とかは親指で握り込んであげたりとかして、ミュートをするようにしてます。はい。でそれに対してさっきの手首のカッティングはここでミュートができるので、全体をこうミュートこっちでミュートねできるので、なんか音がこう散らばりにくい、音が暴走しにくいっていうメリットがありますし、まあ、そもそもこういうミュートちょっとミュートしたようなサウンドを出したい時に手首カッティングっていうのはすごく有効です。例えばあの冒頭でも弾いてたコード進行は、まあ、あれね、コリー・ウォンとトム・ミッシュのコラボでやってる、コズミック・サンっていう、もうねすごい人気の曲のコード進行でやってたんですけど、例えば最初肘カッティングでもう勢いよくなんかこうちょっと場面が転換するところで、あのちょっとトーンを落としたいっていう時にこの肘カッティングから手首に切り替えて、このミュートをうまく使ってあげると、全く同じねコード進行なんだけど、なんとなくそのサビだったり、なんか平歌だったりっていう違いが出せるかなと思ってます。まあ、なのでこれまあ歌のね歌物のバッキングとかでもいいんですけど、そういう使い分けをするだけでね、同じコード進行のループでもあの違ったバリエーションが出せるんじゃないかなと思ってますので、両方できるといいですね。うん。でこの手首カッティングのもう一個の良さって、さっきちょっとやってたみたいにあのここの範囲が狭いんで、例えば今みたいに低い方の弦を先にヒットさせて、その後に高い弦をアップピッキングで弾くっていう風にすると、わかります？よいしょ。なんかこうダッツ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 みたいな、ちょっとドラムを感じるような、要は低いところをヒットさせてるときはドラム、バスドラム、キックの音で、こっちがまあスネア高い音みたいな感じでグルーヴを作り出すのが結構ねやりやすいと思います。
だからまあバンドがいなくて一人で例えばちょっとカッティングで聴かせたいみたいな時にもこの手法は結構いいんじゃないかなと思ってて、ずっとまあこれでも派手でかっこいいんですけど、みたいな感じでちょっとなんかドゥッ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 ツタンみたいなドラマーがいるようなイメージでグルーブをね作ることもできるので、こういう何て言うかな、ちょっとグルーブを出したい時にも面白い弾き方かなと思ってます。なのでね、ざっくりなんかカッティングっていうこういうもんだよねって多分知ってる方はすごく多いと思うんですけど、まあ、厳密にこうやって分けると手首から全部振って6本の弦全部をヒットさせるやり方もあるし、今みたいにこうちょっと単音っぽくね、もう肘固定して手首だけで狙った音域だけをヒットさせる。まあ、もちろん手首カッティングで6本全部弾くことも全然できるんですけど、まあそれならでもこうやりたくなるかな。やっぱりさっきやったみたいな低音部をヒットさせる、高音部をヒットさせるとか、こういうフレーズを途中で混ぜる。みたいな、こういうちょっとしたフレーズを混ぜるときには、やっぱり手首カッティングの方が結構小回りが効く印象があるので、いいと思います。あとはね、やっぱりね、ちょっとジャンル感が出しやすいっていうのも、まあ、僕のそのスタイルだったり、僕が普段やってるジャンルの音楽だと、この手首カッティングってすごく重要で、まあ、僕がやってるオーバルっていうバンドもそうだし、その割とブラックミュージックとかソウル、それからヒップホップとかは、この手首カッティングっぽいバッキング、例えばまた有名な Feel Like Making Love だったりすると、まあ、今みたいにちょっとおぶりをこう混ぜながらやるっていう部分でも手首でやるっていうのはすごくメリットがあるし、音のなんていうかな、ちょっとその間違っちゃった、ごめん すいません。今みたいにその本当にアップカッティングだけ、特にソウルヒップホップっぽいリズムの時ってあんまりこう全部弾かないバッキングの方がすごく多くて、スペースをこう作って、例えばそこにこうエレピだったりとか鍵盤がそもそも入ってるみたいな場合も多いので、なんかギター全部弾いちゃわないっていうんじゃなくて、結構その狙いすましたところで、バッキングをすることのが多いです。なので常にこう肘から振ってるんじゃなくて、手首でリズム的にもすごくこうタイトに音短めにね、すぐにミュートできるっていうこの弾き方が合ってると個人的には
思ってます。はい、まあ、なのでそういうジャンル感の音楽ギターを、やりたい人とか、特にこの技術はもう僕はマストだと思ってまして、あんまりなんか他で言われない気がするんですけど、特にねやっぱね少しでもヒップホップのテイストが入ってると音の長さのコントロール、まあさっきの話と一緒なんですけど、音の長さをそのダラッと伸ばさないで切るっていう、ここの技術がすごく大事で、っていうのはもともとやっぱヒップホップってそういうなんて言うんだろう、なんか MPC みたいなとかサンプラーとかでこうチョップ、その短く切られたレコードから切り出した音をこう並べて作ってたりしますよね。でその中にギターのバッキングももともと入ってるやつがなんか押してそれでこう作ってたりするから、結構その不自然なところでパッて切らないといけないんですよ。まあ、それが気持ちいいんですけどね。だからそれをうまくコントロールするために特に単音でカッティングするときなんかもみたいなすっごい短い音符とかをね鳴らさないといけないから、なこれでやってるといろんな他の音も鳴っちゃいますよね。まあこういうのは本当にいわゆるファンクのカッティングだったらこっちがいいんですよ。もうゴーストノートもグルーヴの一部になってるよね場合は肘から、ちょっとそういうヒップホップテイストがあるようなやつとかも、みたいな感じで引き分けられるとねいいんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっとまたせっかくこの間の動画で Just That's Over やったんで、あのコード進行でその2つのタイプちょっと引き分けてみようかと思います。ということでちょっとミックスしてみましたけど、まあ、これも同じコード進行のループで、今はねバッキングだけでメロディーもないですけど、なんとなくあなんか今サビっぽいなとか、あ今ちょっと平歌に戻ったなっていう、そういうダイナミクスっていうのを感じてもらえたかなと思います。なので、まあ、ギター一本でねそういうものをしかもカッティングだけで、表現できるとさらに、ね、幅が広がると思いますので、ぜひこの肘カッティング、手首カッティング両方練習してみていただけたら、まあ、特にやっぱりね手首カッティングって難しいんであんまやらないと思うんで、ちょっとこの機会に、ね、トライしてみてもらえたら嬉しいです。はい、ということでいつも見てくれてありがとうございます。また何かで、動画撮りますのでよろしくお願いします。ではでは。